ね、あの栽培家さんの皆さんもですね、やはり、ご苦労されてますと思いますけどね、綺麗な開花あるいはたくさんの実りに対してはね、やはりあのこういうふうな、ね、液肥とかね、そういうのを与えておられると思うんですけどね、まあ本当に労務は一日にしてならずですね、やはりこうやってやるのがねいいんですけどね、だけどまた こう入れててね、こぼしちゃうんですよ。でそうするとね、またねうちの奥さんがね怒るんです。あなたこのとこねまたねこぼしてきれいにしといてよって言って怒られるんです。はい、すいませんでしたね、本当にもうどんくさいおじいさんで、はい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 、横であの掃除機の音聞こえてるでしょ。あれね、あのうちの奥さんがね、先ほどね水やってたらね、あなたこれから掃除機かけるわよって言うわねって言ってね、またねあの脅されてます。はいはい、どうぞって言いましたってなことで、はい、今日も楽しくいきましょう。はい、今日は、ね、ちょっとね、売れ残りのね時計層を買ったんですよ、ネット通販で。これあのパッシフローラ三技のレンタっていうね、三技のレンタってどんな意味かなって言って、調べてみたんですね。そうするとこれスペイン語でして血まみれっていう意味らしいです。血まみれっていうのはあのきっとね花がね真っ赤なんだと思いますわ。でそれで、そういうね赤い花を称して三技のレンタというスペイン語でねだったと思います。これあの小さな花なんですよ。でいっぱい咲くらしいんですね。でこれもあの今年の冬の購入ですんで、まあ苗はこんな風にね生きてるんですけどね、あんまりあのやはりちょっと調子よくなさげかなと思いますんで、早速まあ植え替えましてね、そーっと植え替えましてね、日向ぽっこさせておこうかなと思うんです。そうすると去年のあのかすりの舞とかティアラと同じように順調に生育しまして、まあ早かったらですね、来年の春ぐらい、5月か6月かな、ぐらいには花が咲くかもわかりません。はい。はい、はい、ご覧いただいてますのは、フェイジアのプリティグリーンです。で、ちょっと忘れてましたね、どういう風な味かというのをご説明しておきますと、そうですね、マンモスよりは味は濃いんですよ。言いますか、香りがいいです。ただあの酸味につきましては育てるところの条件によって変わってきまして、日当たりのいいところだったらかなり甘くなると思います。でうちの方はちょっと日当たりの悪いところですので、やはりその分は酸味の方が強かったという印象ですけども、香りはあの良くてアポロと同等な香りがあると、そういう理解でいいんじゃないかというふうに思います。ですけどね、なかなかのプリティグリーンも美味しくてですね、評判はいいですよ。はい。じゃあ、ペン切ってみましょう。はい。皆さん違いがね、きっと分かっていただけると思うんですけども、こちらの方の一つね、二つ割ったやつは、冷蔵庫に長期保存してもらったもんです。これ1ヶ月ぐらいね、経ってます。でこちらの方は収穫してから約1週間経ったもんなんですね。ですからかなりあの黄色くなってって、あの香りがねあの漂ってくるという、そういう実になっております。まあ、味わいはね、あの言いましたようにそれほどあのアポロとそんなに変わらないっていうところですけど、実は少しはこれね、私どものは少し大きいんですよ。実がだいたいピンポン玉ぐらいのね大きさなんですけど、少し大きい、実になってるんじゃないかというふうに思います。まあ、これね、もうあのたくさん15個と取れたんですけども、一つ一つ食べて、まあ、母親にも朝食にね あげたりしてましたんで、もう2つだけになりましたんでね、もう少ないんでね、これをね使ってねコールスローをね入れるとねすごくね美味しいんですよ。混ぜるとそれをいっぺん作ってみましょう。はい、今できておりますのはあのフェイジアのね、これ私が作ったやつだから、皆さんなんか言ったらもっとこうした方がいいわよってきっとね思われるか分かるんで、ごめんなさいね。まあ男があの作る料理なんで堪忍してくださいね。コールスローです。でキャベツとですね、まあ、あの赤ピーマンとかちょっときゅうりをねこう入れてこんな風に しておきましたけども、中はまあマヨネーズとそれから少しヨーグルト入れるんですね。で少し胡椒と、それとあのリンゴ酢を少し入れると風味が良くなるんです。
マヨネーズがね、まろやかなんですけどね、少し酸味が欲しいなと思ってリンゴ酢を入れになると、いいと思いますよ。まあ、それはまあ YouTube のね、受け売りなんで、皆さんに申し添えておきます。でなかなかね、結構、フェイジアがね、こう、時々プツプツと口の中に入ってね、美味しいんですよ。はい。プリティグリーンのコールスローです。ということで、うちの母親のね、朝食は、まあ、チーズトーストとか、ゆり卵とかね、この辺は定番なんですけども、フェイジアのね、プリティグリーンの入ったコールスローです。はい。はい、ティアラの方も順調でして、次々ね、花がこうやって咲いております。パッションフラワーね、かすり止まりの方もね、またね、次々と咲いております。かすりはね、いくつかね、まだね、ここにもね、ありまして、また下の方にもあってね、しばらくね、これ咲いてると思うんですよ。どんどんつぼみが成長していくんですよ。はい。はい、こちらにありますのが、パッションフラワー、ジャネットなんですね。さあ、これね、ジャネットって言ってるけどね、本当ジャネットですかね。アメジストと言って、カエラリを送ってきてくださったね、あるところなんでね、はい。ここね、花芽がついたんですよ。ジャネットの方もね、これね。まあ、ちゃんとジャネットだったら、紫の花が、綺麗な花が咲きますけどね。さあ、どうなるでしょう。はい、パッションフラワーね、プラビタレッドの方の実がね、黄色くなりましたんで、もうこれね、きっとね、中ね、パルプがね、熟してね、美味しいと思いますよ。いっぺん食べてみましょう、切って。はい。はい、こんな感じでね、エドリスのような、このね、黄色い実になってるんですよ。これも完全熟してますもんね。はい。食べてみましょう。確かにね、これ、ね、なんですね、甘いんですけどね、あんまり風味がね、いいとは言えないですね、やっぱり。甘いこと甘いです。あんまり美味しくない。せっかくですからね、これね、種取っておきましょうか。ね。ああ、皆さんね、ちょっとね、これ困りました。アーウィンね、これね、こっちの方の、お部屋の方に入れといたんですけどね、どうやらね、花芽がね、これついてきたんですよ。今、12月、の中頃なんですけども、これね、ついてきました。ああ、さてね、ちょっとこれ難しいとこなんですよ。と言いますのは、おそらくこれも1月になったらね、きっと花が咲くと思うんですよ。ところが1月って一番寒いでしょ、1月、2月が。その時に、花芽が20度以上なかったらね、花が咲いても、花粉がね、結露しないんですよ。ですから、どっちみちダメなんですね。で、その分、パワーきっと食っちゃうと思うんで、早めにこれをね、積んどかなかったらダメというね、作業がありまして、で、この辺とかね、からこの辺出てますよね。こっから来る花芽を、まあできたらそうですね、やっぱり、3月ぐらい、あと2ヶ月ね、遅く出さないと、ちょっとね、難しいと思うんですよ。はい。まあ、そんなんでね、ちょっとね、プロがね、またね、出てきましたね。はい、こちらに見えてますのは金鉱マンゴーの方なんです。金鉱マンゴーの方ね、これまたね、こうシュートが出てきたんです。で、どうやらこれ下のところこうありますでしょう。これがね、花芽だと思います。そうですね、金鉱の方はまあ、そう、2月頃まで咲きましたら大丈夫じゃないかというのを思うんですけどね、ちょっと微妙なところです。はい。ああ、マハチャノックマンゴーの方もね、どうやらまた花芽がね、ついてきましたね。これはもうちょっと早いなぁ。ということでね、あんまり加温にすると、ちょっとまずいんで、いかれちゃうんでね、マンゴーがね、いかれちゃうんで、ちょっとそれはね、これね、微妙ですね。ちょっとあれしようかな、温度を下げようか。はい。
はい、ヒーターの方からも全然あったかくしてもらってないのがね、これ土マンゴーなんですよ。土マンゴーね、これ結構ね、本当に青々して強いですよ。このままね、これね、無加温でね、ハイビスカスと同じようにね、ちゃんといっちゃうか分かりませんね。それで実績ありましたら、これを大切に育てて、実にならして、わざわざね、加温しなくてもいいようにね、育てて、実がね、結実して、収穫できればね、嬉しいなと思うんですけどね、いかがでしょうか。はい、今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また、皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。では、ごきげんよう。さようなら。